大阪のね、はい、西成の、はい、飛田とかあるじゃないですか。飛田新地、はい、でこの飛田新地に2年か3年ぐらい前だったかな、はい、そのバックにですね暴力団が関わったということで、うん、家宅捜索入って飲食店そのものが潰されちゃったっていう。もともとガチガチに繋がってるでしょ。繋がってないの。飛田で、要は飛田の営業スタイルそのものがグレーゾーンじゃないですか。それをおめこぼしする代わりにお前たち絶対暴力団とつながるなよっていう。30年前の話だから言いますけど今はそうなんだ、うん、じゃあ一体誰が今重りをしているか、飛田にしても風俗店にしても、はい、警察なんですよ。要するに警察俺の職場なんだって、ねえら勝手に警察なんだやろっていう世界なわけ。怖っ。チャットで「ママやで」って言ってますよ。僕が言ってる話は30年前の話ですから。僕の言ってるのは3年前の話。やだや